源の実も、源の実も、源のさねとも実朝、稔は、鎌倉時代前期の鎌倉幕府第三代、征夷大将軍。鎌倉幕府を開いた、源の頼朝の着出の次男として生まれ、兄の頼家が追放されると12歳で、征夷大将軍に就く。政治は初はめ執権を務める北条氏などが主に、取ったが、成長するにつれ関与を深めた。 下位の昇進も早く武士として初めて右大臣に任ぜられるが、その翌年に鶴岡八万宮で頼り家の国業に暗殺された。これにより、鎌倉幕府の源氏将軍は断絶した。家人としても知られ、九十二種が直線和歌集に日衆し、小倉百人一種にも選ばれている。歌集として近海和歌集がある。小倉百人一種では、 鎌倉右大臣とされている。研究三年、1192年8月9日の時、鎌倉で生まれる。陽名は千畑。父は鎌倉幕府を開いた源の頼朝、母はその精細の北条雅子。古。母は雅子の妹の阿波局、第二局ら御所女房が改造へする。千畑は和歌公として誕生から多くの儀式で祝われる。 十二月五日、頼朝は千旗を抱いて御家人の前に現れると、皆を一つにして、将来を守護せよと述べ面々に千旗抱かせる。研究十年、年、1199年に、父が皇居し、兄の頼家が将軍職を継ぐ。兼任三年、1203年九月、引き吉和の変により頼家は、将軍職を失い伊豆国に追われる。 母の政子らは朝廷に対して9月1日に、より家が死去したという虚偽の報告を行い、千旗への家督継承の許可を求めた。これを受けた朝廷は7日に千旗を、十五位下正大将軍に部任した。10月8日、東東海国において12歳で元服し、佐根友と称した。儀式に参じた、御家人は、大江広元、小山友政、足立影森。 和田義盛ら百余名で、理髪は、祖父の北条時政、果敢は、文様筆頭の平賀義信が言った。24日にはかつて父の勤めた右、兵衛佐に任じられる。翌年、兄の頼家は、北条氏の資格により暗殺された。元休元年、1204年12月、慶より、暴門の武の娘、信子を正室に迎える。 性質ははじめ足利義兼の娘が考えられていたが、佐根友は許容せず、死者を経に発出馬を求めた。元旧2年、1205年1月5日に、聖後石田に除され、29日には、加賀助を兼ね右子の絵研究に任じられる。元旧2年、1205年6月、畠山重忠の乱が起こる。北条義時、時房。 和田義盛らが沈めたが、乱後の論考は政子が行い、論考には年齢が足していないとされた真根友は加わらなかった。うる七月十九日、自政邸にあった真根友を犯そうという牧の方の冒険が鎌倉に知れ渡る。真根友は政子の命を受けた御家人らに守られ、義時の邸宅に逃れた。牧の方の夫である自政は兵を集めるが、 兵はすべて義時帝に参じた。二0日、時政は伊豆国主禅寺に追われ、執権職は義時が継いだ。牧師事件と呼ばれる。九月二日、新古今和歌集を京より運ばせる。和歌集は未だ披露されていなかったが、和歌を好む実友は、父の歌が日衆すると聞くとしきりに見ることを望んだ。県営元年、1二百六年二月十二日、十四下へ上り、 10月20日には、母の命により兄り、より家の次男である善罪を有士とする。11月18日、歌会で禁止していた、東重種が数月ぶりに、鎌倉へ帰参する。さねとはかねてより和歌を送って、重種を召していたが、地産したために出居させる。12月23日、重種は、義時の邸宅を訪れ出居の悲嘆を述べる。義時は、 およそこのごときわざわいにあうは、監視の習いなり。ただし、栄華を、剣らば定めて心よぜんたらんかととのべ、茂種を伴って、さねともの邸宅におもむき、茂種の栄華をさねともに献じて、茂種をかばった。さねともは、茂種の歌を三回吟じると、門外で待つ茂種を召し、歌のことを尋ね許した。上元元年、1207年1月5日。 十四位以上に除せられる。上元二年、千二百八年二月、暴走を患う。サネ友はこれまで、幾度も鶴岡八万宮に参拝していたが、以後三年間は、病の後を恥じて、参拝を止めた。十二月九日、生四位下に昇る。上元三年、千二百九年四月十日、十三位に除せられ、五月二十六日には、右この絵中条に任ぜられる。 七月五日、和歌三十首の表を、藤原定家に乞う。十一月十四日、義時が、老中の中で功のある者を侍に準ずることを望む。サネ友は許容せず、叱るごときの矢から、子孫の時に及び定めて、妖の遺書を忘れ、誤って幕府に三昇るをくわが転化。功難を招くべきの因縁なり、長くごめんあるべからざると述べる。しかし後に、 北条氏の家人は、お内人と呼ばれ幕府で県政を振るうこととなる。県略元年、1211年1月5日、肖像くらいに上り、18日に、みまかゴ森を兼ねる。9月15日、有志に迎えていた全在は出家して苦行と交し、22日には、受戒のため上落した。権略2年、1212 12年6月7日、侍所において、 宿直のご家人が盗乱を起こし2名の死者が出る。7月2日、サネ友は、侍どころの破却と心臓を望み、不要との声を許容せず、千葉聖種に増進を命じる。12月10日、ジュニーに上る。権略3年、1213年2月16日、ご家人らの無本が露見する。より家の維持を将軍とし、義時を歌んと企てており、 加わった者が捕らえられる。その中には、侍どころ別党を務める和田義盛の子である、吉直と吉重らもあった。20日、囚人である、園田聖也さんの逃亡が明らかとなる。佐友は、聖長が受領を所望していたことを聞くと書って、早く、これを、広出し恩謝あるべきと述べる。26日、死罪を命じられた。 渋川の金森が読んだ和歌を見ると顔をなだめた。二十七日に、無本人の多くは、入るに処した。同日、正二位に上る。三月八日、和田義盛が、御所に三次対面する。佐根友は、義盛の功労を考え、義直と義重の罪を許した。九日、義盛は一族を率いて、再び御所に三次を入れあるため長の許しを行うが、 サネトモはタネナガが長本として許容せず、それを伝えた、北条義時は、和田一族の前に面幕したタネナガを晒した、泉近志功の乱。四月、義森の無本が聞こえ始める。五月二日朝、兵を挙げる。義時はそれを聞くと幕府に参じ、政子とサネトモの妻を八万宮に逃れさせた。鳥の時、義森の兵は幕府を囲み御所に火を放つ。 ここで三ネトは火災を逃れ、頼朝の墓所である北景堂に入った。戦いは3日に入っても終わらず、三ネトのもとに、大勢の頼みあるに似たりといえども、さらに、京都の武勇を破りがたし、重ねて、権利をめぐらさるべきかとの報告が届く。驚いた三ネトモは万どころにあった、大江広元をメスと、願書を書かせそれに、自筆で和歌を西くわえ、八幡宮に報じる。 鳥の時に吉森は撃たれ合戦は終わった。五日、サネトは御所に戻ると、侍どころ別島の公認に、吉時を任じ、その他の勲功の将も行った、和田合戦。九月十九日、日光に住む畠山重忠の抜し、重慶が無本を企てるとの方が届く。サネトは、長沼宗政に池取りを命じるが、二十一日、宗政は、重慶の首を切り刻んした。 サねともは、重ゲタは、罪なく、宙をこむった。そのワッシュが陰謀を企んで何の不思議があろうか。命じた通りにまずその身を生け取り参れば、ここで沙汰を定めるのに、命を奪ってしまった。そこつの義が罪であると述べると探足し、宗政の趣旨を止める。それ伝え聞いた宗政は目を怒らし、この件は反逆のくワがてに、疑いなし。生け取って参れば、 女等の申し出によって必ず許しの沙汰があると考え首をふくろうした。今後このようなことがあれば中節を軽んじて誰が困ろうかと述べた。うるう9月16日、兄、小山智正の申請によりサネ友は宗政を許す。11月23日、藤原定下より草原の万葉集が届く。広本よりこれを受け取ると、これに過ぎる重宝があろうかと述べ昇願する。 同日、仲介を行った、飛鳥海正常が、かねてより訴えていた、伊勢国の児童の髭を止めさせる。近海和歌集は、この頃にまとめられたと考えられている。憲法二年、千二百十四年五月七日、延暦寺に焼かれた、御城寺の再建を沙汰する。六月三日、諸国は干ばつに憂えており、サ友は幸運を祈り、ホッ行を転読する。五日、雨が降る。 十三日、関東の五両の年貢を三分の二に免ずる。また同年には、英才より、喫茶用蒸気を献上される。英才は、翌年に、病で亡くなるが、大江地下広が実友の死者として見舞った。憲法四年、二百十六年三月五日、政子の命により、より家の娘、後の竹子賞を有志に迎える。憲法四年、 1216年6月8日、東大寺大仏の再建を行った、僧人の僧、鎮那家が鎌倉に参着し、東将軍は、権下の最短なり、恩河を敗戦がために参上を企てると述べる。15日、御所で対面すると、鎮那家は佐根友を三度拝み泣いた。佐根友が不信を感じると、鎮那家は、帰客は昔総長、伊王山の長老たあり、寺に、 我その門弟に列す。と述べる。サネトモはかつて夢に現れた構想が同じことを述べ、その夢を多言していなかったことから、陳奈家のことを信じた。六月二十日、県中納言に任せられ、七月二十一日、左小野中将を兼ねる。九月十八日、北条義時と大江広元は密談し、サネトモの昇進の早さを憂慮する。二十日、広元は、 義時の使いと称し、御所を訪れて、御子孫の繁栄のために、御当官等を自しただ聖大将軍として、しばらくご高年に及び、大将を兼ねたもうべきかと痛めた。サネトモは、痛めの趣もきもともといえども、現氏の政党をこの時に縮まり、子孫はこれを継ぐべからず。しかれば、あくまで官職を退し、加盟をあげんとほすと答える。広本は再び是非を申せず退出し、 それを義時に伝えた。十一月二十四日、前世の居所と信じる層の伊王山を廃すために、私層を思い立ち、陳奈家に、当選の建造を命じる。義時と広本はしきりに、それをいさめたが、真根友は許容しなかった。憲法五年、千二百十七年四月十七日、完成した当選を由比ヶ浜から海に向かって引かせるが、 船は浮かばずそのまま砂浜に朽ち損じた。なお、僧への関心からか、サネトモは、僧の農人寺より、仏舎車を将来しており、遠楽寺の車利殿に祀られている。また私僧を命じられた、桂山ラヤは後にサネトモのために、広告寺を建立したという。5月20日、一種の和歌と共に、恩賞の少なさを憂えたノリアスズナに、備中国の領地を与える。 栄華に感じたゆえという。憲法5年、1217年6月20日、恩城寺で学んでいた苦行が鎌倉に帰着し、政子の命により、鶴岡八万宮の別当に着く。憲法6年、1218年1月13日、県大名言に任せられる。2月10日、佐根友は、右大将への任官を求めし者を刑に使わすが、やはり、 必ず左大将を求めよと命を改める。右大将はかつて父が部任された職で、左大将はその上位である。同月、政子が、病がちなサネトモの平友を願って、熊野を参詣。政子は系で、後鳥羽上皇の乳母の教局、藤原カ子と対面したが、具観賞によれば、この際にサネトモの後継として、後鳥羽上皇の御子を投下させることを政子が教局に、 相談した。京局は養育していた、来人親王を押して、二人の間で約束が交わされたという。3月16日、サネ友は、左この絵大将と、左雄松笠子官を兼ねる。10月9日、内大臣を兼ね、12月2日、九条良介の皇居により右大臣へ転ずる。武士としては、初めての右大臣であった。21日、承認を祝う。 翌年の鶴岡八万宮廃画のため、小族や車などが、後鳥羽上皇より送られる。26日、随病の沙汰を行う。憲法7年、1219年1月27日、雪が200ほど積もる日に、八幡宮廃画を迎えた。夜になり、心配を終え退室の最中、親の敵は各打つぞと叫ぶ苦行に襲われ、サネ友は落命した。 去年二十八万十六歳をつ。苦行は次に、源の中将を切り殺したが、愚官将によるとこれは、北条義時と誤ったものだという。東鏡によれば、五将八四八万宮の老門に至ると、義時は体調の不良を訴え、立ち持ちを中将に譲った。一方、愚官将によれば、義時は、佐根友の命により、立ちを捧げて注文に泊まっており、 儀式の行われた本宮には同行しなかった。サネトモの首は持ち去られ、苦行は食事の間も手放さなかったという。同日、苦行は売ってに注意された。アゼ鏡によると、予見があったのか、出発の際に、大江広元は涙を流し、成人後は未だ泣くことを知らず、しかるに今近くにあると落類禁じが足し、これただごとにひず、 五足帯の下に腹巻きをつけたもべしと述べたが、中明は、大臣大将に登る人に未だその礼はあらずと答え、止めた。また制発を行う者に記念と称して紙を一本、与えている。庭の梅を見て四と伝わる時生の和歌は、でで、今場所なき宿と、生ぬともの木場の梅を春を忘るなで、近畿の和歌と評される。落命の場は、八幡宮の石段とも石橋とも言われ、 また大井町に、苦行が隠れていたとも伝わる。上級期によると、一の立は尺に合わせたが、次の立で切られ、最後は、広本やあると述べ落命したという。二十八日、妻は落ち甲子、ご家人百余4名が出家する。あずま鏡によると、亡骸は、家長寺院に葬られたが、首は見つからず、代わりに記念に与えた紙を入管したとあるが、具官章には、首は、 岡山の雪の中から見つかったとある。サネトには子がなかったため、彼の死によって、源氏将軍及び川内源氏統領の血筋は断絶した。後鳥羽上皇はサネトに好意的であり、その昇進に便宜を図ったと言われている。その一方で、県営元年12月に上皇が要求した、ビンゴ国王多層の自動職停止要求を、 拒絶するなど大朝廷の強行態度を示しおり、西恩寺工業がにこの絵大将を解任された折には、上皇の非を指摘して、これをいめている。また、純徳天皇の蔵人に認じられた大江時広が、鎌倉での職務をおろそかにして、京都に戻ろうとするのを、お家でありながら、鎌倉を軽んじているとたしなめている。上皇が実朝の死を後期と見て、 上級の乱に踏み切ったことから見ても、単に、親朝廷の将軍と判断するのは壮景である。父、頼朝は、自分の娘を、言葉天皇、当時の日にしようとするなど幕府を固めるために、朝廷の利用を考えていた面があり、上皇との接近は、その継承とも解釈できる。また、上横手正孝以来、佐友には、自らの後継として、皇族将軍、 宮将軍を有志に迎える構造があったことが指摘され、また急激な官位の昇進をそのための環境づくりの側面があった形式上でも、族の父親となる以上、大臣級の官位を必要としたとする見方がある、川内昇介説。だが、鎌倉幕府成立以後、武士階層が次第に政治力と自信をつけてくるにつれて、朝廷や貴族による支配を拒絶する態度をより明確に、 するようになり、その中核を成した御家人などからは、極端な簡易昇進などを朝廷重視の姿勢の現れであるとみなされ、後の暗殺事件への伏線になったとの説もある。一方で、元木康夫によると、より家、佐根もは共に、石管家指定クラスにしか許されていなかった、御意中将となっていて、源氏将軍家は石管家並みの価格が認められており、その点から見れば、 サネトモの急速な簡易上昇も石棺化指定と比較すればごく普通なものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。